皆さんこんにちは、ながらです。今回の企画は、マリオカートで取った順位の激辛ココイチカレー食べてみたー。ココイチカレーって普通の中辛とは別に1段階から10段階までのカレーの辛さがあるんですよ。今回はマリオカートのオンラインレースで最終順位の辛さのココイチカレーを食べていこうと思います。辛いのガチで苦手なんですけど、もう企画思いついちゃったんで、今回はね、仕方なくやっていこうと思います。1位取ればいいだけの話なんでね。それではやっていきましょう。お、人数が、2、4、6、8、9。9人しかいないですよ、9人しかいない。この時点で、10辛はなんとか回避してる、10辛は。さあ、ステージは、悪い実品ボール。はい、ここ。いやー、こっからスタートか。なんか見たことある、ステージを。マリオカートの DS とかであったかな？僕、マリオカートはね、DS はやったことあるんですよ、DS は。Wii とかはね、あんまりやったことないかも。これは、キノコ使って、ダブルを取る。いいよ。つけとこう。怖いからケツつけときます。いいんか、それ、お前。よし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 。近づきすぎ。ははは。オッケー。ここはダブルを確実に取って。お、いいんじゃない？悪くない悪くない。1よこせ。1をよこせ。よいしょ。きなこ。おい、きなこ。1よこせ1。マジで。とにかく、もう下の方の順位になることだ、避けよう。いいよ。うまいよ。いや、こいつ、落とせんから、こいつ。いや。無理しない。オッケーオッケー。いいよ。1位だよ。今のところ。お前。ガチ。本当に嫌だ。きなこ見えない。本当にやめて。ちょっとタイミング。ねえ、タイミングむずい、今の。ねえ、もう、本当にやめてほしい。ちょっと、話し合おう、いいか。ねえ、昨日取られたし。6位はさ、ちょっと違うやん。ガチ、どけなんでやるんということでね、5位だったんで、今回は5辛のね、カレーを食べていきたいと思います。さすがにお店の中でギャーギャー騒ぐわけにはいかないんでね、今回はお持ち帰りで5辛のカレーを買っていきたいと思います。お持ち帰りとかできますか？はい、こちらメニューになっております。はい、ありがとうございます。お酒になってお決めください。お決まりになりましたらお持ち付けください。はい、ありがとうございます。チーズカレーの5辛でお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ということで帰ってきました。これがココイチの5辛ラーメン。ココイチの5辛カレーですね。早速食べていきましょうか。ご飯を取って、カレーをつけると。いただきます。うん、おいしいおいしい。待って無理辛いということで、ね、辛さ抑えアイテムこちらですね。牛乳。よっ、前回の動画で水とかは逆に辛いのには逆効果ですよってリスナーさんが教えてくれたんで、今回は牛乳を用意しました。辛っ、やばい。いやー待って、えぐい辛い、本当にえぐいって。チーズカレーにしてきたんでね、少しでも辛さを和らげるためにね、チーズの部分いっぱいよそって食べます。チーズおいしい。チーズおいしいけど。辛っ。やっば、マジで。熱い。やばい。汗吹き出る。やばい。めっちゃ熱い。まだ3口ぐらいしか食べてないのに。ということでね、激辛攻略アイテムその2。ででん。卵黄。こいつを入れます。少しでも辛さを和らげよう。この量に対して、この卵黄のあんま関係ないかも。卵黄入りね。卵黄入り。いただきます。これ少しはマシになる。何も変わらんね。たった一つじゃ何も変わらん。もう一個10日ね、さすがに2個入れたらマシになるよ。ちょっとまろやかになったね。舌触りだけね。味全然変わらん。やばい、意味ない。ただカレーの量増えただけじゃね。これ追加で追いチーズしたいと思います。追いチーズいけ。チーズよし、チーズたっぷりのせていただきます。何も変わらん。ああ、余裕なくなってきた。本当に喋る余裕なくなってきた。ウイニングしてきたやつ絶対許さないからな、マジで。物を食べてて息が切れるなんてこと普つないけどね。聞いて最悪。ルーだけ残った。ちょっと待って。ああ食った。マジもうダメ、無理だ。二度とやらんこの企画。マジでしんどかった。激辛ペヤングに比べて量が多くてさ、胃がこんだけ辛いもので埋め尽くされるそうになると受け付けないんですよね。もう戻ってきそうになるから、もう本当に途中食べるのしんどくて。あとカレーの辛さを和らげるのに卵の黄身とチーズは何の力もない。みじんも力を発揮しない。ただ量が増えるだけ。5辛食ったんで6辛以上食べる権利あるんですけど、二度と食べることはないとは思います。ということで皆さん、よかったらチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。